やはり35歳を過ぎますと本当にきれいに痩せることはとにかく難しいわけですね。そういった痩せテックの方で、正しい生活をして痩せますと後にも戻らないし、しかも若々しく痩せることができます。でかい女の集団、でかい女の集団。会場では早速最終の計量、そして各サイズの計測があり、エステ3ヶ月の効果がそれぞれ明確な数字となって現れます。さあ次はいよいよシンデレラコンテスト93最終選考の開始です。シンデレラコンテスト93各賞の発表です。フォトジェニック賞はエントリーナンバー6番の滝沢のり子さんと決定いたしました。おめでとうございます。フォトジェニック賞の滝沢のり子さんには塚川俊和さんから記念のトロフィーが、そして副賞として株式会社アイワから世界最高の輝きを持つラザールチャクラムダイヤモンドリングが贈られます。フォトジェニック賞おめでとう滝沢のり子さん。決勝はエントリーナンバー29番の光石圭さんと決定いたしました。おめでとうございます。おめでとうございます。美術賞の光石圭さんには池田理代子さんからトロフィーが、そして副賞として株式会社アイワからラザールチャクラムダイヤモンドネックレスが贈られます。お世話になった取手店 の、 スタッフの方と、あと家族に、主人に伝えたいと思います。どうですか、おめでとうございます。どうもありがとうございます。感想は、本当によくやったと思います。ウェットダウン賞はエントリーナンバー13番山口香織さん、おめでとうございます。おめでとうございます。ウェイトダウン賞の山口香織さんには遠藤忠さんからトロフィーが、そして副賞として株式会社アイワからラザールチャクラムダイヤモンドリングが贈られます。そして特別賞を受賞された皆さんと担当エステティシャンの方々には、ワコールからカール・ラガーフェルドのエレガントでセクシーなナイトウェアが、そして出場された皆さんにオーセンティックでクラシカルなナイトウェア、ワコールのズベルタ24が贈られます。続いて準グランプリの発表。1人目はエントリーナンバー35番の中村恵子さん。ちょこんとしてらっしゃいますね。まさか本当にそれに結果になるなんて考えてもいなかったので、おめでとうございます。ジュングランプリに輝いた中原理恵子さんには肩の印象からジュングランプリのタッチがかけられました。そしてティアラが、ティアラが贈られます。はい、はい、そしてトロフィーです。宮本亜門さんからはトロフィーが、そして副賞としてコマーシャル出演料80万円、さらにセゾングループの総合旅行会社パシフィックツアーシステムズからペアでハワイ旅行が贈られます。もう一人の準グランプリは21番玉井美奈子さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。嬉しいです。とても準グランプリの玉井さんにはコマーシャル出演料80万円、そして素敵なティアラとともに沢井慎一郎監督の映画我が愛の歌滝廉太郎物語への出演も決定しました。そしてフランス政府観光局局長ジャン・シルベストルさんから記念のトロフィーが、さらに副賞としてフランス政府観光局からパリのエッセツアーが楽しめる旅行がペアで贈られます。エッセツアー楽しんできてください。高野由里エステティックシンデレラコンテスト93-93グランプリはエントリーナンバー12番谷岡優子さん。おめでとうございます。ありがとうございま
賞を河合さんにお願いしたいと思います。いいですね。タッキーが立てられました。ゴールドタッキー、そしてティアラと、そしてガンを入っています。ガンの希望を結んでいました。レイナ・ボイス提供のガンが立てられました。ロイヤルシューのガンでございます。そして見事グランプリに輝いた谷岡優子さんには、沢井慎一郎監督から記念のトロフィーが。全国の西武百貨店、西武内の旅行サロンで幅広い旅行を提供している株式会社パシフィックツアーシステムから世界一周旅行がペアで贈られます。そして谷岡さんの受賞を喜んでいらした担当エステティシャンがこちら。本当におめでとうございました。ございます。これからもぜひそのプロポーションをぜひ保ってください。応援いたします。ありがとうございます。今年の第3回目のエステシンデレラがこのように盛大に開かれ、そして素晴らしいシンデレラが生まれたことを御礼申し上げます。そしてシンデレラの方、本当に何ヶ月かご苦労様です。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。